私が全て失ったのはあなたと手をつなぐためよ。キラキラしてるイメージはありますし、でもやっぱりなんかなんとなく馴染めない感じもしますかね。でもちょっと前まで仕事でアフリカの方に3ヶ月ほど行きまして、でなんかやっぱり戻ってきたら、あ、東京いい街だなと思います。何でもあるし何でも揃うし、やっぱりやりたいことがあったらそれで自分で頑張ろうと思えばちょっと可能性はあるわけだし、なんか東京ってこんなにいろんなことがあるんだって、まあ、映画見て分かったのと、基本的に自分が知ってる東京しか持ってないじゃないですか、私の選ぶのは。だけどいろんな人見ていくと、もうね、いろんな環境があったりとかで、すごく寂しい時とか悲しい時とか辛い時に自分が底辺だなと思ってたりとかする。この世で一番、なんかこの東京の中でとか世界中で一番虚しいなとか思ってるけど、下には下がいてるには上がいるんだなみたいな、そんな思います。夢見てた時間が長すぎたの、エクスペンシブ、なんか都会で何でもあるイメージがある。あるけど、ないものはなんか自然とかがちょっと物足りないなみたいな。でもめっちゃ危ない街だと思ってました楽しいです、人も優しくて。東京っていうと、これ新宿とか歌舞伎町の、なんだろう、汚れたっていうか、そういうイメージしかなかったけど、やっぱり違うところもあるんだなと思って。今回、17歳夏という作品をさせてもらいまして、青春の中でこう男女の初体験をこうコミカルに描きながらも綺麗に描いてあると思うので、その辺に注目して見ていただけたらと思います。東京シティガールお願いいたします。爆発寸前の私にこのチャンスが舞い降りてきました。愛を込めて愛しかないような、監督と、キャスティングの人とやった作品です。東京シティガール、ぜひ見てください。